これななぜかっていうと絵が描けるやつって最初から描けるの本当にえに、ー、<ー>描けないやつは描けないでなんかしかもこれはこれは例えばそのリフティングがすぐできるやつ30分やったらリフティングできるやついるでしょ今日は第3巻ということでえ漫画に絵のうまさは必要か、うん、ということなんですけれども。 絵の上手さが必要かどうかうん。でまずねはい。これなんでこの話をするかっていうとはい。漫画が描けるか描けないけど漫画を描けなくさせてしまうことの最大の原因が絵のことなんだよ絵のことで止まっちゃう人がすごく多いアイデアが作れないのとあと絵が描けないええ,え絵のことにこだわりすぎて描けなくなる人が多すぎる漫画を目指す人はそ,<う>それくらい漫画における 絵って上手い下手で評価がものすごく決まりすぎちゃう。で、これを言い方をするとね。例えばね、あのね。ドリブルが上手い。サッカー選手がドリブルだけで評価されてたらおかしいでしょ。だけど、ここでどり。そのサッカー選手がリフティングがすごく。うまいやつがやってきて、ちょっとリフティングやってみて。よっつったら周りはおおめーってなる。 漫画もそういうところあってクラスで絵のうまいやつっていうのは周りに囲まってリアルな絵を描けるとおおめえすげえなって話になって大体の子がそこから漫画家になっちゃおうなんて考えちゃうスタートがまずねいねから始まるんああ絵がうまいねっていうのが肯定感になってそれが自分のプライドになってしまうそこのそこでそれによって承認されたんだっていう刷り込みが生まれるんでそうするとそのの 体験をもとにスタートした人っていうのはとにかく絵がうまいかどうかが漫画の価値の基準にして見る傾向が強くなりすぎるそしてこういうタイプの人たちは絵が下手だっていうだけでそこを突っ込んでは批判したり潰そうとしたり、うん、いろいろこう馬鹿にしたりいろいろな形する,ことをするんだけどはい、はい、そもそも漫画っていうのは総合芸術なんで、うん、そこだけではないんだけど、うん が上手いか市場主義者の人ってのはまあとにかく僕の体験上ですけど経験上ですけど全員じゃないですけど人人の話を聞かないいが多いです <laughs> <laughs> だからあのこの話は心の中で俺はずっと「おいおい」って思ってたしあのごく身内でしか言わないけどあの本当はそのこの問題をとっても言いたかったっんですこの問題を解決しないとやばいぞっていうくらい あの思ってましたね。あのバンドで言うと例えばじゃあ,あのこういうことです。ジョンレノンってピアノ弾くでしょ。<laughs> でも、はい、ジョンレノンはそんなに上手いピアノ弾かない。<laughs> でも今時でやってるのはジャンカン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 。<laughs> あれでいいんだだけどンンってもしくはコードをコードぐらいしか弾けないコードを抑えるぐらいしかギター弾けなくても成立してるミュージシャンいるんだで楽譜読めない人もいっぱいいるで超絶テクって言われる人はその違うカテゴリーなんだ,実はだからジョン・レノンは超絶テクでジョン・レノンになったわけではないはい。 別なんでね、ジャニスジョップリーもそうだよ。うん、だから、うん、超うまいオペラの人とジャニーズ・ジョッピーをその比較することはできない、うん、あもしくはそのなんいうの下手まっちょうと変なんだけど、うん、表現力っていうのが技巧ではない人たちがいっぱいいてうん、うん、で、そういうことを全部うまいか下手で見てる人たちがい一色とにこう否定してしまう傾向があってっていうのがあって。うんうん、で、これ俺はじゃあ、あの 絵のうまい人をバカにしてるかっていうと実はそうじゃなくってまず最初にそれを言っときたいんですけど、うん、<laughs> あのそれで、はい、残酷なこと一発言います,こ,こ,がなすこれ言っちゃいます。<laughs> 絵のうわ、えー、これ残酷ですけど<ー>そうなんですこれはで何で残酷なレイジのテーズ <laughs> ありがとう残酷なテーズ一発入れちゃいましたこれななぜかっていうと絵が描けるやつって最初から描けるの本当にえっ、ー、描けないやつは描けないでなかしかもこれはそうかよかったでこ,これは例えば そのリフティングがすぐできるやつ30分やったらリフティングできるやついるでしょ、はい、とかブレイクダンスすぐ踊れ,踊れちゃったってかそいるじゃん、うん、でもいつまでやってもダメなやついるじゃん、うん、あんたギター弾かないじゃんでも弾けるやつはすぐ弾けたりとかするそういうことってあってもうそこれが性質であり言い方変えれば才能ってやつで、うん、それで例えばそれどういうことかっていうとささんんででききまますす奥野一番わかりやすいやつなんですけど、はい、手を書くっていう。 で,漫画,家で漫画家で一番苦労するその一つで、はい、手,を手がかけないいっていうそれワン君のことですか、はい、そうワン君で <laughs> そしておそそういいこと言ったあのね<っ>我らがワン君は、うん、あれでしょ <laughs> あ,あんな手を描く人じゃん。 まあ、携帯持つ手がちょっとね。もう俺としては、あんな手を描く人が、今、日本で一番売れてるのが最高だなっていう。それくらい面白い。漫画、他で面白いっていう。手を描いてみてください、これ。手の絵だ。前回も絵描かされたんだよな。これもう、公開レープなんだよな。手でいいんですかはい。あ、やべ。 え、じゃあ、お倉さん、奥倉さんえ、これやんのこれやばい、これやばいわあー、痛いフィルスタイム OK、かしたいいやいや、大丈夫じゃよでも、これでハードル下がったこれ、ファッキューってことでしょ、これ違う違う、ただただバランス間違えたてことじゃあ、どっちそっちじゃそっち側にお願いしますちょっと待ってもう、ニョロニョロみたいになっちゃった顔かきたくても

こう手がこうなってるってことが分かってんの、こうなってることがわかります？こうえあそれもしかしてあのあれありえねで買いました物を三角と,と丸と <laughs> あそれセザンヌですけど空中とかで見るわけみたいな手のひらのここの幅とここの幅がだいたい同じくらいのここから先<ー>でいいですか？手はこっちの四本と こっちの一歩に分かれてます。だから手はこうなんこう。ああ、そうでしょう。こう。はい、これがこれの <laughs>。これが頭に直感で掴めてる人が絵が上手い人なんです